さて、今日はこのダイソーのプチ電車シリーズを4両編成に改造していきましょう。こちらの駆動車を一つ余計に買ってあります。で、この駆動部分を取っちゃうんですよね。もうこれは力ずくで。そしたらこれ全部車輪取らなきゃいけないのかな。このように全ての車輪を取りましたらば、こちらのネジ2箇所を外します。そしたらもうこれが半分にばらけるので、中からこのモーターやらスイッチ類やらを全部外してしまいましょう。これ外す時にはここの爪を立ててあげないと取れないみたいですね。このように爪を立てればもうこれ取り外しができますね。あ、モーター外れた。よ、お、取れた。よし、これで全部きれいに取れましたね。じゃあこれをまた戻してあげれば、よし、軽くなった。で、あとはここにタイヤを入れていくんですが、4箇所全部入れなくても内側の2箇所だけ車輪を入れた方がスムーズに走るらしいんですよね。だから先頭車、後尾車もこの前後のタイヤ取っちゃった方が動きがいいらしいです。これで蓋をしてあげれば中間車両の完成です。で、ここで問題になるのが、この中間車両、駆動車はプラレールと違ってこう両方メス型っていうのかな、この C 型の口なんですよね。だからこれ、このメスとメスをつながなきゃいけないわけですよ。で、何がいいかなっていろいろ探してみたら、こんなネジがあったんですけどね。これだいたい径が4ミリぐらいだと思うんですよね。M4 とかのネジだと多分ちょうどいいぐらいです。それともう一つ見つけたのが、画鋲の頭の針の部分取っちゃったんですけども、直径が4ミリぐらいのものを持ってくるとぴったりはまりそうな気がします。ということで、このネジを上から入れて、で、これをさらにこうつないで、あれ、これでいけそうな気がする。これでじゃあ走らせてみますか。はい、では4両編成に改造できたので走らせてみましょう。スタート。どうだ、走ってます。大丈夫そうだね。無事4両編成になりました。では、せっかくなので先人たちの知恵を拝借しまして、全ての車両のこの4つの車輪を外側外して2つだけに改造してみましょう。その方が走りが良くなるらしいです。はい、全ての車両の車輪を減らしてみました。2つずつです。これで走りにどう違いが出るのかやってみましょう。それではスタート。どうでしょうかね。横のぐらつきは少なくなったかもしれないですね。いいね、十分楽しいね。以上、ダイソーのプチ電車シリーズプチ改造4両編成でした。いいね、ゴージャス。